はい、よろしくお願いします。ユニット5の3なんですけどね。こちら、This is an article I found. こちらはですよ。An article。一つの記事ですね。新聞記事とかの記事。で、I found。名詞の後で、また私がとか来ててね、文の最初にあるはずのよくあった愛が途中に登場してきてます。なんなら名詞の後に来てます。これがユニット5の3で教えたいことでして、名詞、動詞って来たら、名詞。今回は記事ですね。で、2番目の名詞がこれ私がになります。で、動詞が found。なんなら find の過去形、見つけたになります。そんなん出てきたらですね、こういう風な、名詞、何々がどうしたこんなものっていう風になります。こいつがこうしたこんなもの。つまりここはね、名詞動詞、ここにスラッシュ入ってますんで、私が見つけた新聞記事。こちらはですよ、記事ですよ、あ、ごめん。私が見つけた記事ですよ。なんとかがこうしたこんなもの。こいつがこうするこんなもの。こいつがこうするこんなもの。こいつがこうしたこんなもの。っていう風になります。なんかまるでここに、フィッチとかザットがいてもいいやつですね。関係代名詞のフィッチとかザットが省略されてるじゃん。そうなんですね。名詞動詞いたらここに見えないけど隠れの関係代名詞がいます。こいつがこうしたこんなもの。フィッチとかザットがいても、人だったらフーとかいてもいいやつです。こちら。It's about companies that have started to reduce plastic waste. それは、ですよ。記事についてね。それはですよ。about についてですよ。カンパニー。会社ですね。会社についてですよ。ざっと。はい。どんな会社か言いますと、これはさっきみたいに隠さず素直に書いてくれてました。会社。はい。どんな会社か言いますとっていうね。解説ざっと。この解説ざっとの後ろには、ユニット4で習ったパターンとユニット5でこの間習ったパターンがありまして、何々がが来るか、動詞が来るかのパターンです。それはねのざっとの後は何々がーが来てんのか、それとも何るぜが来んのかなんだけど、ハブスターテッドって動詞方面来てますんでね。したところだ。始めるしたところだ。リデュース減らす。減らすことを始めたところだ。プラスチックウェスト。プラスチックゴミを減らすことを始めるしたところな、そんな会社たち。それはですよ。会社についてですよ。あ、ごめん。どんな会社か言いますと、減らすことを始めてきたところ。プラスチックゴミを減らすことを始めるしてきたところな会社についてなんですよ。プラゴミ減らすしてきた会社についての話。あ、メジャーコーヒーショップチェーン。あ、メジャーなコーヒーショップチェーンは、has replaced。またここも現在完了。replace っていうのが置き換えるになりますんでね。置き換えるしてきたところだ。プラスチックストローズ with ペーパーストローズ。リプレイスと with がめっちゃ相性良くて、置き換える、なんとかをこんなものに。リプレイス、置き換える、こんなものをこんなものに。これからこれに置き換えるっていう感じです。だからプラスチックストローから紙ストローに変える。うん、プラゴミ減りそうですね。メジャーどころのコーヒーショップチェーンは置き換えるしてきたんだ。置き換えるしてきたところだ。プラスチックストローを紙ストローに変えるしてきたところだ。置き換えるしてきたところだ。うちはもうプラスチックストロー使わんのですわ。紙ストローでやってるんですわ。エコですね。Yes, I have heard that about that. はい。私は聞いたことあります。それについて、その会社について、そのコーヒーショップチェーンについて聞いたことがあるぞと。We should make an effort to reduce plastic waste. 私たちは主導でべき。で、メイクで作るべきなんだけど、メイクアンエフォートまででセットかな。メイクアンエフォートで努力するになります。だから努力すべき。私たちは努力すべきだ。トゥーリデュース。減らすために努力すべきだ。プラスチックウェイスト。プラスチックゴミを減らすために努力するべきだ。っていうね。減らすために努力するべきだ。一般人もね。I agree. 私は賛成です。っていうか、私も同意します。みたいな感じ。私は賛成です。I always go shopping with a canvas bag. 私はいつも行くんだよ。私はいつも行くんだよ。買い物に。どんな風に ?with a canvas bag. 人と一緒になら with 人なんだけど、アイテムが、道具が出てきたらこんなもんを使ってってなりますからね。canvas bag。まあ、エコバッグみたいなもんですかね。canvas bag を使って買い物にわしはいつも行くんだと。I think we can ask stores to change their bags to paper bags. I think 私思いますわ。
私思いますわ。はい、それはどんなことかと言いますと、 We can ask、 私たちはできるじゃん、尋ねるできるじゃん、 ask 人、 ask 相手 to 動詞で、こうするようにこの人に、 ask 相手 to 動詞で、こうするようにこの子にお願いするが発動しますんで、私たちはお願いできるじゃん、お店に変えるようにお願いできるじゃん。ゼアバッグ、彼らのそのお店のカバンをトゥーペーパーバックスに、まあ、紙袋にしてくださいってお願いなのかな。私思いますわ、私たちはできるんじゃない、買えるようにお店にお願いできるんじゃない、それらのカバンを、お店のカバンを紙袋に変えてくださいってお願いすることできるんじゃない、買えるようにお店にお願いできるんじゃないと私は思います。If we stop using plastic bags and containers, if もしも、もしも私らが stop 止める using 使うこと、うん、普通の動名詞のねことですね。もし私たちが止める使うことをやめるならば、プラスチックバッグやコンテナーズ、プラスチックの箱とかコンテナ、箱のことです。プラスチックのカバンや箱を使うことをやめるできれば、We will use things which are made from natural materials like cotton or wood. 長いぞ。We will、 私たちは使うできるだろうな、ものを。で、ものなんだけど、which がいるから、はい、私たちは使うできるよ、ものを。はい、ごめん、ただのものじゃないんだ、関係代名詞。関係代名詞の後は、何々はとかがが来るのか、動詞が来るのかで、和訳の仕方変わってきます。今回、動詞ですよと見せかけ、括弧分詞。私たち使うつもりだよ、ものを。あ、ごめん、どんなものかっていうと、作られる、受け身ですね、作られる、 from natural materials like cotton or wood。 ナチュラル、天然の、マテリアルズ、素材、天然素材って感じですかね。天然素材から作られる、そんなものを使うつもりだよ。 like cotton or wood、 木綿、木、木綿とか木ですね、木綿とか木のような天然素材から作られる、そんなものを使うつもりだよ。私たちはプラスチックじゃなくてね、天然素材、分解されやすいってことだよね。分解されやすい天然素材、自然に近い素材から作られたものを使うつもりだよと。 I think that is cool、 私思いますわ、その考えかっこいいっすわ、私思いますわ、その考え良いと思いますわ。 Reducing plastic waste is a creative challenge。リデューシングプラスチックウェイスト、減らすこと、プラスチックゴミを減らすことはですよ。クリエイティブ、頭を使うとか創造的な、独創的なって感じかな、まあ、頭を使うチャレンジですねと、そんな感じでいいかな、プラスチックゴミを減らすことはですな、頭使う、創造的な、頭を使う課題ですな。 As well as、 なんかね、覚えてますか、中2の比較で I can play tennis as well as you、 そう、同じぐらいっていうことで as well as 使ってきたんですけど、比較じゃない時の as well as はこんちゃらだけじゃなくこんなんもっていう風にいきます。こんちゃらだけじゃなく、だけじゃなくこんなんも、だからもう同じぐらいっていう訳し方でも悪くないんですけどね。こんなんだけじゃなくこんなんもって、プラスチックゴミを減らすことはですな、頭を使う課題ですな、環境、エンベロンメンタルで環境なんだけどね、環境のワン、環境の一つ、このワンっていうのはやつ、一度話に出てきたものをもう一度やつっていう風にいけますんで、クリエイティブな課題、そして環境の課題、このワンっていうのは何を表してますかって言ったら、このチャレンジが刺さるんだと思います。プラスチックゴミを減らすことはですな、頭使う課題ですな、なんちゃらだけじゃなくこんなものも、つまり環境の問題、環境問題だけじゃなくクリエイティブな課題でもありますな。プラスチックゴミを減らすことは環境問題ってだけじゃなく頭を使う問題でもありますな、っていうようなことを言ってます。なかなか難しい文なんですが、このユニット5の3で教えたいことは、この冒頭に出てきたこちら、名詞名詞動詞のコンボが出てきたら、こいつがこうする、こんなものっていう風に言っちゃいましょう。関係代名詞の that とか who とか which を隠してる場合もあります。これ、このざっと隠せるやつ、隠せないやつだよね。後ろが動詞だもん。これ隠せないざっと。結構テストで出てきます。このざっとは省略できますかできませんかみたいな。I think that のざっとは隠せますよね。ここにもざっといたはずだもんね。I think that みたいにね。隠せるざっとと隠せないざっと。
この名詞と名詞がくっついて、名詞名詞動詞のコンボが出てきたら何がどうする、こんなもの。ちょっと大変だと思うんですけど、マスターしてみてください。